皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりましたザ・クルー2の時間でございます。皆さん、今日でついに12月になってしまいました早いですね。もう今日で12月1日でございます。はい、早いもんで今年もあと1ヶ月ということになってしまいました。今年1年いろいろありましたが、あと1ヶ月全力で楽しもうと思います。はい、皆さん一緒に楽しみましょう。楽しむためには健康管理が一番大事です。皆さん風邪などには十分気をつけて、体調管理しっかり気をつけていきましょうね。はい、ということで今年ほんとあっという間の1年でしたね。まだまだ振り返るには早いですね。振り返るのは大晦日ということで、早速やっていこうかなと思います。パトカー3台並んでおりますね。さあ、というわけで私は今こちらのランボルギニベネーノのパトカー、こちらをね、今頑張って育てております。今日は何をするかと言いますとですね、前回こちらのアクティビティでザ・チェイス、こちらを一通り走りました。ただ解放されているところのうち、ここの一つだけは走っていません。時間的な都合で走っておりませんので、今日はここから始めたいと思います。で、ここから始めて残りどうすんのっていうことですけども、今ね、サミットが始まってるんですね。サミットが、そのサミットというのがこちらになります。はい、やってまいりました。こちらがサミット会場なんですが、今回は全部インターセプションユニットでも良かったんじゃないのかなと思ったりするんですが、このストリートレースでインターセプションユニットが使えるのはこの3つのレースということになります。今日は先ほどの、犯人を潰すやつやってからこちらの3つのみやろうかなと思います。で、こちらの方はストリートレースになっておりますので、おそらく犯人を潰す、残り時間とかで競うわけじゃないと思うんですけども、とりあえずやってみたいと思います。どうなるんでしょうね。とりあえずは先ほどの方に戻って、頑張って、最速タイム刻んでいきたいと思います。さあ、そしてですね、これ今日までかな、今日明日か水曜日ですから、それはいいんですけども、次のサミット結構熱いですよね。プラチナ報酬がこれフォード GT のパトカーですよ。これインターセプションユニット、これはかっこいいですね。これは人気ありそう。ただ一つ言えるのは、これリバリーセンスある方だったらフォード GT を使ってこれそのまま作れるんじゃないかと思うんですけどね。これね、そんな気がしますよね。これ赤色灯も今買えますし、なんか似たようなの作れそうな気もしますけども。はい、ということで今のね、レース会場に戻りたいと思います。では早速やっていこうと思います。こちらのコースは先ほどサミットにもあったところですが、果たしてどんな感じになるんでしょうね。とりあえず移動しましょう。カメラ割りはできてる。そっちで Q を出して。はい、違うマシンだ。お気に入りのマシンじゃない。ちょっと待って。はい、変えてきましたよ。こちらの方がね、私得意なんです。はい、では行きましょうか。今日もぶつけるときカメラに笑顔ちょうだい。サウンドよろしく。わかったぜララ、期待通りの展開を見せてやろう。最高だ、真のドライバーだな。当たり前じゃないか。この俺を誰だと思っているんだ。アメリカナンバーワンのタク・レオナルド だ、はい、その調子だ。よし、行こうぜ。そして私は伊達にジュリアの兄貴をやっていない。いいぞ、とどめを刺せ。前にはもうマシンがいないのか。そうか、そうなのか。よし、分かった。後ろもういないね。後ろもういないからこのまま行くしかない。このまま行ってなんとかニトロで追いつくしかない。右コーナー回った3台、ここでどうだ。よし、行こうぜ。これ結構惜しいところが何回かあるからね。ナイスヒット、その調子だ。6、あとは15秒、あと15秒以内。よし、これでなんとか後ろから突っ込んで。この HP1 のやつはもうこれで OK。 HP1 はこれで OK。 オルトコープとして礼を言う。よし、来た、これで来た。あと5秒、うわ、無理か。よし、来た。どうや、これ結構いい感じだね。よくやったな。結構いい感じじゃない。おいおい、見たかみんな、野じ馬。よーし、いい感じじゃないか。これここ結構なんこの人いい感じやで。今のいい感じやで。今の1分以内いけたんじゃない。どうですか今の1分以内いったような気するんだけど。結構頑張ったけどな。どう、アクティビティで今 62% まで来て、これ最後っていうか、これ自分のベストタイムとか見れないのか。ランキング今結構いったでしょ。いい感じでいったやろ。
ランキング表示。おー、いいね。58秒179や。来たやん、来たやん。俺これ。さすがサクジュリアの兄貴やわ。オッケー、いい感じやわ。はい。では、この調子で一旦サミット会場に戻りましょう。一旦サミット会場の方にね、戻りたいと思います。よし、やってきました。ライブサミット会場です。本日はあとラストこの3つを走って終わりたいと思います。果たして普通のレースなのか、それとも先ほどのように犯人を潰す系なのか、どっちなんでしょうか。進んでいきたいと思います。それでは行きましょう。もう完全初見ですからね。最近少し時間がなさすぎてサミット全然チャレンジできないですね、本当。では頑張っていきたいと思います。ザ・チェイスということで、どんなサミットなんでしょうか。普通のレースっぽいな、これ、どうも。普通のレースっぽいな。ただパトカーで走ったことないから、まあそれはそれで面白いんじゃないかなと思います。はい。ニトロマスターがついてるやつでいきましょう。さあ、どうですかね。まあ来週のサミットが一番また人気出そうですね。まあ、なんてたってパトカーですからね。しかもフォード GT ということで、アメ車ばっかりですね。派手に暴れてよ、チャンピオン。カメラスタート、アクション。ターゲットを指示した。ぶつけまくってそいつを破壊しろ。やったね。これ普通にレースじゃなかったよ。これはいけるで、いけるで。普通のレースかと思ってた。やっぱ違うね。ストリートレースにはなってるけど、やはりこれはね、違うということで、パトカーで潰すやつということで、これ一体何ポイントぐらい取れるんだろうね。普通に走ってさ、あれ、全然今のダメージ食らってへんや。何あれ。 飛んだね。はい、ぶつけようとしてるんですけど、これ1分ぐらいで終わらしたら10万点とかいくのかな。どうなんだろうね。そういうのが正直全然分かってないからさ。はい、もうあれ潰れてるね。ちょっと待ってね。はい、とりあえずあと2台、あと2台、あと2台。ああ、これで1分は超えてしまった。1分は超えてしまったね。危ないぞ。ぶつかるなよ。大丈夫、大丈夫。はい、1分は超えてしまったけど。ああ、もうここに対向車いたのか。対向車いた。1分30秒。とりあえず1分30秒でどれぐらいか。どれぐらいのスコアかが気になる。スコアが気になる、スコアが。どうだ？これで何万ポイント？全く予定がってか。天性の才能ね。あ、これで11万4000なのか。はあ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 、なるほどね。1分半ぐらいで、1分16秒で11万か。なるほどね、なるほどね。ということはですよ、私が先ほど出した58秒だったら13万点ぐらいはくれるかもしれないっていうところですね。これですよね、これね。はい。ということで、今日3連戦、これはもしかすると今日はもうすべて破壊の限りを尽くす動画になりそうですが、ちょっとやっていこう。では、これさっきやったとこじゃない？これはまさにですよね、ですよね。さっきと同じことをやればいいだけですよね。1分以内目指しましょう。58秒だったけど、なんとか1分以内目指したいですね、これもね。いやー、これハイパーカーで早くやりたいな。これハイパーカーでやったらめちゃくちゃ面白いと思うよ、これ多分。よし、行こう。これはね、やっぱりニトロマスターが僕一番欲しいな。ブルドーザーがあったら一番いいらしいですね、これね。まあ私、そこまで揃える自信がないです。はい、頑張ります。ニトロマスターで頑張るわ。ぶつけるときカメラに笑顔ちょうだい。サウンドよろしく。そういえば、ララ、さっきぶつかったときに笑うのを忘れていたよ。よし、幸先いいぜ。このままさっきと同じように走ればいいだけだ。頑張ろうぜ。今1匹、1匹ってか、いや、おお、危ない。今ちょっと1台もったいないことしたね。 HP1 にしたけどちょっと勝てなかったね。確保だ。よくやったな。さあ、後ろのマシンはもう消えたから、あとはここで調整するしかないね。ここで調整して、ああ、しまった。惜しかった。今普通にぶつけようと思ってたんだけどね、全くもって間に合いませんでしたね。これは惜しかったですね。
あー惜しいな、結構きついな、ダメだな、さっきよりタイムが落ちた。58秒じゃなかった。真のドライバーだな。これは納得いかんな納得いかんな。1分4秒、あれ1分4秒でも11万8000しかくれないのか、マジで。うん、やっぱりこれ1分の壁を切らんとダメですね。多分58秒台だったら多分13万点ぐらいはくれそうな気はするんですけど、ちょっとこれは不満ですね。特にここをやり込んだというか、一番いいスコアを出せたコースですからね。はい、ではラスト、本日ラストですね、ストリートレース行きましょう。ここで走って今日は終わりたいと思います。今日はもうデストロイパートでございます。もうほぼデストロイしかしておりません、警察万歳のコーナーですね今回はね。はい、もう今回は破壊し続けて、ただ破壊神のようにもう破壊しまくろうと思います。最速で捕まえてみて、カメラ回して。よしやっていこうぜ。本日ラストレース、最後はやはり華麗に締めたいところでありますね。危ない。おお、この辺ちょっと危ないよ。今3台4台潰したんじゃないの今これこの辺結構危ないですね。ただ過去後ろを振り返ったら負けですからね。これは基本的にはもう前しか見てはいけないです、ここはね。でなるべく急がないとね、このホップステップジャンピングのこの上を、この上はこうやってねオーバーテイクしちゃうので、もう完全無視で追いついてしまうどころか、もうオーバーテイクで本当先に行ってしまうんですよね。ここあまりよろしくない。おいおい、なんでこっち行くの、なんでこっち行くの。ちょっと今のあかんで、今のあかんで。もう20秒しかないよ。やばいね、これはなかなか難しいよ。危ない。ちょっと待って、これでなんとかいけないかな。お、後ろからぶつけて、はい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 。あーもう難しい、よく滑るよく滑る。ここやっぱ、これがやっぱ一番難しいかな。ここがタクシーも邪魔やし。よくやったな。あー抜いてしまう、オーバーテイクをしてしまうんですよね。ここどこや、2台巻き込んで、無理。とどめを刺せ。とどめ刺したいんです、とどめさせたいんですけど、どうでしょうか。うわもう結構ひどいな、ま、たやどう、なんとも痛快だ、ね、遅い、これはタイム遅い、全然ダメやわ。あ、やっぱりこれコースごとに難易度決まってるよねこれね。多分これ1分24秒はまだいい方なのかな、ちょっとわかんないけど、あれですね、やっぱり私が思うに、まあ当たり前のことかもしれないですけど、今のコースでもし1分を切ったら相当スコアがいいってことですよ。これ。多分そうですね。全部、さっきこれね、1分、ここも1分4秒か。この真ん中が1分4秒で11万8000ですけど、今1分24秒でも11万8000ですからね。おそらくはそうですね。はい。ちなみにこれどうでしょうか？詳細で。どう？はぁ、全然。全然やん、これ。ちょっと自信あったのにな、このサミット。サミットっていうか、このレースっていうか。え、ちょっと待って、これは？これは1分4秒は？おい、みんな凄すぎるやないか。もう、なんなん30秒とか、ちょっと待って。いやいや、結局これやんな。もうこれで唯一サミットで、お、ついに上位に並べる時が来たんじゃねって思ったんだけど、結局これだもんな。やっぱりすげえわ、みんな。なんなんこれ、ほんと。やっぱね、これ今度はブルドーザーっていうのが今度必要になってくるんでしょうね、サミット。ブルドーザーっていうのが私全然揃えてもいませんけど、多分ぶつかったら一撃必殺でこう倒せるようなあれなのかな。それとも自分が頑丈になるから相手を倒すことが容易になるみたいな感じだと思うんですけど、多分そんな感じなんでしょうね。いや、これはなかなか難しいね。はい。まあでも、普通に、楽しめるサミットになってくると思います。これちなみに次とかもあるのかな？次のサミットにも？あ、ほら、やっぱあるね。インターセプター、ごめんなさい。インターセプションユニットがここにも3つある。あ、これからはレースが全部これになってくるんじゃないの？ただここは違うもんね。ここはファイアバードになってるから、これは多分普通のレース。で、ここは強制マシンでエンツォ・フェラーリですから。まあ、ここを、これからここの3つが多分こういうインターセプションユニットになって、ここにスキルが3つみたいな感じになりそう。だから、ここに変にドリフトとかね、入れられるよりはいいかもしれないよね。はい。
いや、だからか、なかなか面白い。だから、おそらくここのサミットにも3つ、ここにも3つ入ってくるんじゃないかなと思ったりはするんですけど、まあもちろんわかりませんけどね。はい。いや、いい感じですね。これで僕自身もね、確実に10万点超えれる自信はあるから、ごめんなさい。ちょっと戻ってしまいましたね。はい、そうなんですね。だから、今後は私、この3つは確実に10万点を超えれる自信がついたので、まあ、これから頑張っていけるんじゃないかなと思いますね。もちろんこれ初見ですからね。これやり込んでいけば多分12万、13万絶対取れると思いますんで、さすがに30秒台とかで終わろうと思ったらもう、ブルドーザーを持ってなかったらおそらくもう運しかないので、まあ、これからは12万点、もしここの3つをやり込んでいけば12万点ですね。なので、12万点を3つというふうにね、これから目標にしていこうかなと思います。サミットをする場合はね。はい。まあ、こういったデモリションダービーがある時点でもう今回はダメですし、まだ持ってないマシンがありますけど、はい。なので、まあ、時間がもしね、今後作れるようになって、このインターセプションユニットある場合、もっともっとしっかりと頑張っていこうかなと思いますね。はい。では、これ元に戻りましょうか。なので、まあ、今週からこれ始まりますからね、ぜひこれ争奪戦してみてください。フォード GT のパトカーもらえますよ。はい。かっこいいですね。こんなの乗り回したらすごいかっこいいんだろうなと思う今日この頃ですが、まあ私はまたリバリで取って、赤色灯売ってたんでね、あれでまた面白いリバリでパトカー作ってる方のところにひょっこり、お邪魔していただこうかなと思いますね。はい。よし。まあそんなこんなで今日はこんな感じでいいか。あと何を見るっけ？何か見ておかないといけないことがあったかな？そうだそうだ。これですね。ここでマシンとかいいんですけども、ここ何か増えてる？特に増えてないのにチェックは入ってますね。そしてここですね。モーターパス。これは今日何もやってないのか。普通にイベントで勝利するとか、そういったのも特に何もないですもんね。今回は何もしてないので、エスケープスキル。だからこれは普通にサミットをやっていけば多分増えていく感じはしますね。シーズンチャレンジということで。はい。で、まあこんな感じでまたおいおい進んでいこうかなと思います。次もらえるパトカーが確か BM だったかな ?BMW。あ、これですね。これね。BM。こちらをまたゲットして、走っていきたいですね。おそらくはストリートレースで使えるんじゃないかなと思いますね。今回はね、まあ大人の力を使って解放されている方も多いとは思うんですけども、そういったことができるからいいですね。できなかったら辛いもんですよ。はい。これ、まあ簡単に手に入ると思います。ブガッティシロンね。これはハイパーカーのパトカーレースで、もうレベントンではなくてランボルギーニベネーノと一緒にね、これ走ったすごく面白そうな車ですから、これは楽しみであります。はい。ということで、マシンも結構増えてきたんですが、アクティビティ、そうですね、これ、一応ここで今解放されているところでは全部使ったんですけど、この、ここからのザ・チェイスというのは、おそらく新しいサミットが始まってから追加されるもんなんですかね。わかりませんけども、まあ、これはまた楽しんでいこうかなと思います。はい。ということで、また次回、まあ、このサミットは、まあ、今回はこれぐらいにしておきますが、また次回楽しんでいければなと思います。いやー、レオナルド様、今日はすごく短い動画だったですね。でも中身は濃かったんじゃないですか、レオナルド様。いやー、レオナルド様、今日も相変わらずとってもとってもかっこいい。ふん、見えすいた嘘をつくんじゃないぞ、ラトレル。ああ、じゃあ今の撤回。まあ、強いて言うならば、最初58秒台のタイムでどれぐらいのスコアになるのかなっていうのをちょっと見てみたかったですけど、おそらく13万点ぐらいなのかな ?12 万点ぐらいか。あ、わかりませんけども、12万から13万ぐらいになるんじゃないかなと思います。はい。ではですね、今日は少し動画時間短かったと思いますが、どうしよう。これで結局20分ぐらいあったら、それはないか。はい。というわけで、また次回も今後引き続き、ザ・クルー2。どうぞよろしくお願いいたします。どんどん走っていきますよ。パトカーが追加されて面白いですね。普通に街中でパトカーに追っかけられるっていうあのザ・クルー1の時のああいったシステムではなかったのが少し残念だなと思ったりすることもありますけど、まあまあ今回は良かったんじゃないかなと。パトカー増えて結構面白くなりましたんでね。こういったのも今後どんどんアップデートで続けていってほしいですね。まだエピソード1ですからね。今度2、3と続いていく可能性もありますから、そこはしっかりと受け止めてあげましょう、皆さん。頑張っていらっしゃいますからね、この UBI ソフトさんもね。はい、ということでまた次回もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。